世界チャンピオンになることを心に決めていたといいます。デビュー前から当時の世界チャンピオン薬師寺保栄のスパーリングパートナーを務めるなど、そのセンスの高さは大いに注目されていました。今ゆっくりと両国国技館の通路をリングに向かう西岡俊明です。平成6年12月加古川南高校3年の時プロデビュー。デビュー当時は日弱さもあって2敗を喫している西岡ですが、その後はインドネシアの国内チャンピオンをはじめアジアのランカーを次々に撃破し、1引き分けを挟み目下13連勝中です。一昨年12月に逆転の2ラウンド KO で日本バンタム級タイトルを獲得。去年12月には岡本泰治を大差の判定で下し2度目の防衛に成功、国内最強を証明しました。すでに日本タイトルも返上し、早ければ6月にも世界挑戦が予定されている西岡。WBA チャンピオンのポーリー・アヤラをターゲットにサウスポー対策も十分に積んでいます。同じサウスポーのフィリピンのランカー相手にその成果が試される今日のリングです。夢は世界チャンピオンになって、さらに具志堅用高さんの持つ13回連続防衛記録を破ることと話す西岡。今日の試合でその力を見せつけることができるでしょうか。恐ろしいまでの破壊力を決めたノーモーションの左ストレートがいつ炸裂するのか。リングの下ぐーっと大きく息をつきました。いつもの黒のショートガウン、フードをかぶった西岡俊明。 WBA 世界バンタム級7位西岡俊明リングに登場です。フリピンロデルリャニタ、勝てば一気に世界ランカーです。ロデルリャニタ、青コーナー WBA 世界バンタム級7位120パウンド JM 加古川ジム所属西岡俊明。世界タイトル挑戦に向けて最後のハードルをクリアするか、西岡俊明。ジャッジ浅尾和信、同じく阿部和夫、同じく内田正和、レフリー森田健。早ければ6月にもタイトル初挑戦が予定されている西岡俊明の世界前哨戦です。相手はフィリピンのロデル・リャニタです。西岡はこれまで11のノックアウト勝ちのうち最短43秒をはじめ、序盤2ラウンドまでのノックアウトが7試合あります。さあ西岡、今日はいつスパートをかけるんでしょうか。注目の第1ラウンドを迎えます。第1ラウンドのゴンが鳴りました。黒のトランクスが西岡俊明、サウスポースタイル、そしてブルーのトランクスがフィリピンのロデル・リャニタです。身長は西岡が170センチ、一方のロデル・リャニタが 160.3センチ、およそ10センチの身長差があります。まず足を使います西岡。リング中央はリャニタです。右を伸ばしてきました。共にサウスポースタイルの両者の対戦です。右を出してきたロデル・リャニタ、足を使って左に回ります西岡俊明です。相手の動きをじっと見ています。右をついてきました西岡。10回戦注目の立ち上がりです。リング中央はリャニタ、おっとリャニタの右ボディダブルできました。右を伸ばした西岡です。 WBA 世界バンタム級7位、早ければ6月にも WBA のチャンピオンポーリー・アヤラに挑戦を狙っている西岡俊明です。これはスリップです。ちょっと足が滑りましたリャニタ。おっとワンツーが出ました西岡。左ボディーブローです。今日が西岡23戦目のリングです。これまで19勝のうち11のナックアウト勝ちがあります。おっとワンツーだ、右から左リャニタ。ファイティング原田さん、今日の西岡の立ち上がりはどういうふうにご覧になってますか。とても素晴らしいでいいんじゃないですかね。はい、ただリャニタ選手はですね、やっぱり無機鉄ですね、はい、早いかに勝負していこうと思ってるんですよね。あ、なるほど。そう食わないようにすればいいじゃないですか。はい、おっと、西岡君のだからその、はい、右のジャブですか、非常にいいと思いますね。あれは右のジャブを伸ばしています、はい、西岡ワンツー、左ストレート、
リング中央ワンツーが決まりました。浜田剛さん、はい、なんといってもまずこの西岡左持ち味ですね。うん、そうですね、はい、ただ今日の相手は右のガード結構高いんですね。あ、そうですか、はい、ですからガードの打つのもいいし、そして、今日はですねボディブローで、ガードを下げさせて、そして上に返すと。なるほど。いうのを出るといいんですけどね。はい、西岡にとっては世界前哨戦のリングになります。ゲストの辰吉丈一郎さん、同じ関西出身ということでこの西岡のことはよくご存知だと思います。あ、そうですね、はい、なんか練習でもそんなに何回もしたわけないんですけど、練習通りできてると思うんですけどね。そうですか、非常に落ち着いて、はい、なんかスパーリングをやってる。2、はい、あっと左叩きつけるような左ストレート。西岡また右スピードがあります。右のジャブです。相手が出てくると右をついてきます。西岡俊明、おっと強引な右リャニタ、今度は左です。相手のリャニタもかなり強引に大振りのパンチを出してきます。足を使ってさばきます西岡。このあたり動きに余裕があります。第1ラウンド残り10秒になりました。また大きな右を伸ばしてきましたリャニタ。今度は左ストレートボディです。西岡は右を伸ばす。ここで第1ラウンド終了です。まあ、地元でなくにしてもその、ええ、落ち着いてやってるから大したもんやなと思いますね。ああ、そうですか、はい、はい、確かに西岡はこれまで関西での試合が多かったんです。4回戦時代に一度、そして去年の8月東京後楽園ホールでリングに上がりました。東京での試合は去年の8月以来ということになります。西岡俊明です。さあ今度は細かいパンチから右、西岡このラウンド立ち上がり積極的です。おっと右、ヤニタも大きなパンチが飛んでくる。右をつきます。おっと左、大きな左です。リャニタ今度は右だ。結構一発狙ってますね。かなり強引に攻めてきますねリャニタ。このあたりは足を使ってさばいています西岡。おっと倒れた。これはちょっと今プッシングです。これは押しましたね、はい、これはダウンではありません。いや今ちょっと頭が今ね、ふっくりたがるですね。おっとこれはダウンを取りました。ダウンを取りました。当たりました。あ、そうですか。さあレフリーの森田健さん、カウントを取ります。カウントが入ります。カウントはカウント8。さあ試合を再開する。さあ西岡一気にチャンスをつかむか。おっと左、左が当たった。左、さあ西岡がチャンスをつかむか。さあショートレンジのパンチの打ち合いになった。今度は左のアッパーを突き上げる西岡。ヤニタもかなり好戦的です。第2ラウンドは波乱の立ち上がりになりました。まずリャニタが1回ダウンを切っています。おっと右、右当たった西岡。そして左ストレート、ワンツー、西岡のワンツーです。おっと左が当たりました。リャニタ強引なパンチを繰り出してきます。ロデル・リャニタちょっとガードを下げて相手を挑発するようなポーズを見せました。西岡右をつきます。今度はコンビネーションはリャニタです。前に出ます。ここはクリンチで逃れます。村山さん、はい、青コーナーですが西岡サイド、はい、緩急をつけていこう、リズムを取っていこうという指示が出ています。はい、この辺りは少し足を使い始めました西岡。また右のジャブをついていきます。左のアッパーは空を切りました西岡。浜田剛さん、はい、ちょっとこのラウンドは相手が大振りのパンチを出してきていますね。まあ、ですからそういった一発だけ気をつけておけばですね、はい、目が慣れてくれば見えますから。あ、そうですか、はいはい、それで距離がちょっと今測りづらい状態がある、あるんでですね、はい、右を出していれば距離測れますから。右のジャブですね。そうです。おっと左、左ストレート、これが西岡の持ち味です。ノーモーションで左が伸びてきます。まあ、相手のガード高いんでボディブロー必要ですね。ボディですか、はい、はい、このラウンドも残り、おっとボディブロー左踏み込んで打ちました西岡。このラウンドも残り30秒になります。第2ラウンド、また西岡が足を使い始めました。サウスポー同士の一戦です。西岡俊明、右から左、左ストレート、強烈な左ストレート、モンドリって倒れましたリャニタ。さあカウントが入る。立てるか、諦めましたね。立てそうもない、諦めました。鮮やか西岡、世界前哨戦左ストレート一戦ノックアウトで仕留めました。いや、場内どよめいています。最後はワンツーから左ストレートが顔面をクリーンヒットしましてリャニタもんどり打って倒れましてカウントアウト。辰吉さん、はい、今の一連の西岡の攻撃はどういうふうにご覧になりましたか。いいワンツーですよね、はい、パンチも切れてましたし、いいパンチは立つのはちょっと厳しいですね、あれでは、はい、まとまって入る、共に左ストレートが伸びました。
いやファイティング原田さん、はい、何か場内のファンもですねまだどよめいているという、そうですね、本当に一瞬のノックアウト劇でした。非常にスピードもいいですね、コンビネーションという、はい、非常に楽しみな選手ですね。西岡日本テレビ放送の株式会社西岡は、ま、さあこれが最後のシーンです。勝利者トロフィーが右から左、そしてこの左ストレート。浜田剛さん、はい、西岡はこのノーモーションの左というのが持ち味なんですよね。それと伸びますからね。もともと左利きの西岡、左は意識しなくてもどんなパンチでもあらゆるパンチでも出るんだという話をしています。今日の世界前哨戦も難なく2ラウンドナックアウトでクリアしました。最後の左ストレート本当によく伸びています。ワンパンチで攻めました。見事 KO 勝ちの西岡俊明選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。2ラウンドノックアウト勝ち、手応えはいかがだったんですか。いやね、最近ね、まあ、強い相手ばっかりだったんでちょっと物足りないですね。物足りないですか。はい、そうですね。まあ、会場のお客さんも物足りなさそうな雰囲気でしたけどね。そうですね、まあ、もう1試合ぐらいやってもいいねんけどね。まあ、さて、今日が世界前哨戦というふうに言われていますが、その前哨戦、まあ、手応えはという話もありましたが、世界に向けてコンディションの方はいかがなんですか。そうですね、今回、まあ、怪我もなしに回れたんで、まあ、このままいいコンディションで、世界戦に向けて調整できると思います。早ければ6月という話も聞いています。そうですね、まあ、6月、うん、に決まれば、まあ、嬉しいですね。まあ、そしてその世界前哨戦という部分で今日はサウスポー相手でした。そのあたりはいかがでしたか。そうですね、まあ、うん、世界戦のアヤラに向けての、まあ、練習ができたんで、まあ、今日の試合も含めていい感触だったですね。では来るべき世界戦に向けて意気込みを一言このファンの皆様にお願いします。東京では、まあ、あまり試合がないんですけど、世界が決まれば僕はもう取る時なんで、もう必ず取ります。皆さん応援してください。見事ナックアウト勝ち西岡俊明選手でした。